けど今回のボックスさ、めちゃくちゃ美味しいんだよね。そのまあボックスイベントってさ、基本的に美味しいからまあほとんどの人が回るかなと思うんだけど、今回ページ勲章証鎖鎖っていう割と神だよね。うん。なんか思った以上にさ、えげつない素材が全部あるんだよね。なんか欲しい素材が割と入ってる感じがあって、個人的にはおー熱いなーって感じしてる。まあ多分これ禁断のページとか勲章とかって確かそのモルガン、トリスタン、ガウェインとかに使ってたはずだから、多分そこと合わせてるのかなとは思ったりするんだけど、それを除いてチリ、証ある時点で相当美味しいです。でページっていうのがキャスター全般にその共通するもう素材になってるから、そのこと考えたら今回のイベントはマジで回れば回るほど美味しいんじゃないかなって思ってる。ただ注意点として思ってるのが、今回5個なんだよね、商品が今回で。いつもだったら4個なんだよ。いつもだったら4個だったのが今回5個になってるから、もしかしたらどれかがなんかの素材がなんかそこまで美味しくないっていう感じ。まあもちろんいっぱい箱開けたらプラスになるとは思うんだけど、その全部3333333って思ってたら、あれこれだけ1かっていう可能性もなきにしもあらずだったりするから、そこだけ注意必要かなと思ってる。ただ仮にこれ全部2個ずつ入ってたら、まあ 2×100 開けるだけで、まあ200個ここの素材が全部入ってくれるんで、そのことを考えたらプラスかなーって思ってる。で、あとはまあ剣の秘跡、魔石とかここら辺はスキル上げですね。あのスキル上げしようってなった時に星5サーバントで確か52個ぐらい秘跡取っていくんで、まあもし星5サーバント育成してーなーとか思うんだったら、とりあえず50箱を目安に開けていけばいいかなって感じかな。まあでまああとは白銀とか黄金の果実もらっとこうっていうのと、星4種火今後のために貯蓄しとくっていうのはすごい大事になるかな。今2部6章でまあモルガンとかで使ったっていう声が多いと思うんだけど、まあこのイベントが終わった後にもう速攻来るんすよ、マジで。2部6章の後半がこれちょっと頭おかしいなと思ったのが、ほんと7月14日までっていうちょっと予想外の期間なんで、7月14でイベント終わりました。はあ、じゃあ一服するか。え、ストーリー始まるから一服ないよ、ボンっていう形になるんで、まあそのこと考えたら、まあ今回のイベント等である程度ね、あの種火とか貯蔵できるんだったら貯蔵しといた方がいいかな。でスキル上げのことも考えるんだったら、あれだね、あの QP も獲得できるっていう形になるんで、まあそこら辺になるかなーって思ってる。まあここら辺が結構重要なポイントかな。イベントアイテムの交換で7月21日までっていうので、まああったりはするんだけど、正直ここは人それぞれかなーって感じ。まああのストーリーがっつり毎日やるぜっていう、1週間かけてのんびりやっていこうっていう方からすると、まあこの1週間イベントが終わった1週間イベントもやりつつ、イベントで箱開けもしつつストーリー進めないといけないっていう形で、ちょっとめんどくさいなっていう形にはなるんだけど、まあストーリーまだそこまで2部6章まで行ってないよっていう方からすると、まあ7月14日までガンガン周回して、21になるまでに箱をゆっくり開けていくっていう方針でもよかったりするんで、まあここに関しては人それぞれのタイミングになるかなって思う。で、まあ、ボックスイベントについても、まあ、わかんない方が、ちょっとコメントでさっき言ったので、まあ、軽く説明するんですが、めっちゃ簡単な話すると、このシンクの花びらっていうのを集めるイベントです。はい。これを集めます。なんか、他のイベントとかだった場合さ、必要素材とかで、なんか、下っ側の、こういう金メダルとかいう、なんか、星5の素材とか、星4の素材、星3の素材っていうのは集めていくっていうのが基本的なイベントだと思うんだけど、それじゃなくて、今回のイベントはこのシンクの花びらをずーっと集め続けるっていうのが、今回のイベントになっています。はい。で、まあ、ここら辺の金メダルとか銀メダルとか銅メダルとか、いろいろあったりはするんだけど、
正直なところここ集めないでも勝手に集まるんで、まあ、基本はこの花びらをメインで集めていくという形になります。はい。でまあこれを集めると結局何がもらえるのっていう意見があると思うんですが、これを集めることによってさっきもうちょっと軽く説明してたんですが、ここにある商品ですね、これをもらうことができます。はい。ここのある商品いっぱいあるね、ダラダラダラってあると思うんだけど、この商品を入手することができます。でこの商品なんだけど上限がないです。はい。なので基本いつものイベントとかだった場合、この金素材とかって20個までとか30個までっていう上限があるから、まあそれ集め切ったらはい終わり、イベント終了っていう形になるんだけど、上限がこの花びらに関してはないんで、これを永遠と集めていく、ずーっと頑張って周回するっていうのが今回のイベントとなります。でまあ実際そのエンドレスの周回になるんで、しんどいっちゃしんどいです。はい。しんどいっちゃしんどいんだけど、まあ正直なんだろう、100箱開けたらまあある程度やってる人からすると結構素材入手できるし、200箱開けたら安泰だしっていうのがあったりするから、まあわりかしそれに関してはまあ箱の関数、総数かに関してはまあ人によって変わっていくかなっていう感じかな。でまあ連想がちゃんと一応ドロップします。ボックスイベントに関しては基本この霊装が周回すればするほどドロップして、最終的にはプラス12編成とか、まあ霊装6積みで周回していくっていうのが基本的になったりはするんだけど、そういう形で周回していくことになるんで、まあこれに関してはもう本当にドロップさせる運っていうのが結構重要かなーって感じかな。ただ今回あれなんだよね、もう初速がね、早い人めっちゃ早いです。はい。なんでかっていうと、今回復刻の復刻なんですよ。新しい概念霊装が追加されずに、この霊装のままイベントが始まります。ということは、この霊装を持ってた人、まあ2017年のイベントなんで、もう4年ぐらい前のイベントを、霊装なんか5個置いとくか。って言って置いといた人、あなたは未来を予知できていたっていうぐらいに本当に初速がすごいスピードでいけるんですよ。みんなが普通さ周回しようと思ったら、まあプラス3編成とかプラス3枚ぐらいで周回していくんだけど、もうこの霊装を残してる人はいきなりプラス10枚からスッて周回できるんだよね。でそのことを考えると本当に初速っていうのが人によって変わってくる。だから同じ時間を周回したんだけど、この霊装を1枚凸持ってたから、結局その一緒に進めてったけど俺の方が10箱20箱上だったっていう可能性ももちろんあったりするんで、これはちょっとね読めなかったねっていう感じだよね、正直なところ。で俺自身もさすがにこの時期に復刻来るだろうとかさ思ってなかったからさ、もうびっくりよね。俺トツ2枚しか残ってなかったから、ちょっとそこどうしようかなっていうのは結構考えたりするポイントになるかな。で一応集会に関してはもう初手から美味しいっす。はい。まあ一応ネロ祭予選、本戦、決勝があるんだけど、まあ、決勝の覇者級か王者級が多分一番美味しい。結論から言うと。多分一番その、この予選とか本戦とかと比べたら、決勝が確かドロップ率が総数プラス1、2ぐらいされるはずなんで、そういった意味では美味しかったりするんだけど、基本それはあくまでドロップの総数が増えるから美味しいってだけであって、総数を考えないってことを考えたときに、脳死で王者級と覇者級をずーっと周回していくっていうのはめちゃくちゃ大事になる。今回に関しては。だから、もし仮に、なんか周回しようって思ってるけど、まあ予選だし、ちょっと周回しんでもええかなって思うんだったら、周回を絶対しないといけないんだよね。基本もう初めから最高効率のやつが、ポンって出てきてるんで、まあ、そのことを考えたときに、まあ、基本、覇者級か王者級回れるところを、毎日、周回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 していくっていう形でいいかな。
で、まあ仮に金リンゴ100個余ってるんですけど、どういう風なスパンで使ったらいいってなったら、まあ30、30、40みたいな、そういう形で使っていけばいいんじゃないかなって思います。で、多分覇者はね、変則だと思う。俺も。思うんだけど、まあ、どうなんだろうねっていう。正直そこはわかんないね。多分変則だと思う。変則で覇者を回るか、王者級でシステム組むか、どっちかによって変わるんかなって感じかな。そう、新素材のやつが、そう、交換でここにいるじゃん、一応。たださ、これがどうなんだろう、どうなんだろうなっていう。その、新素材がここでしか交換できないってなるんだったら、まあ正直なところ、モルガンなのよ。モルガン持ってる人はモルガンのスキル間で終わるんだよ。ただ、その、冗談抜きで言うと、これ分で、はい、スキル上げ素材配布しましたって言われても、まあ、多分銀素材だから20か30でしょ？銅素材は30確定だから多分銀が20なのかなってなった時に、ものすごく申し訳ないんだけど、スキル上げできないっていう。24なんすよ、これ、この子。1個スキル上げするのに。だから、これにこれでさ、20個までって言われるじゃん。はい、どうぞ。交換分で、はい、配布したね。1個しかスキル上げできないんですけど、ってなるしね。ガウェインとかになった場合、すいません、ちょっと30個でも49なんで、1個もスキル上げできないんですけど、っていうね、ことになるから、さすがにね、多分、どっかの素材で落ちるとは思うんだけどさ、新素材に関して、交換以外にもさすがに落ちてくれると思うんだけど、信用できないよな信用できんのよな、なんか。さっきさ、俺、なんか箱を400箱か500箱ぐらい開けられたらいいな、みたいなこと言ってたけど、素材によって変わる、かな。まあ多分2、300ぐらいは、ある程度多分集めるとは思うんだけど、2、300箱ぐらいは。やるとは思うんだけど、新素材がもし仮に、変則クエストでドロップしますよとか言うんだったら、そこで集めるかな、正直。200、300ぐらいは貯蔵しときたい気持ちあるから、それ集まり分ぐらいまで脳死で周回しようかなーって思ってる。Thank you.